ナンバーアンダーラインアイがハワイでマクドナルド新 CM 撮影その舞台裏とは平野紫神宮寺裕太ガン裕太がハワイで見せるマクドナルド新広告キャンペーンの全貌日本マクドナルドがハワイで新しい CM を撮影するというニュースが日本中に広まったこの広告の主役は日本で最も有名な音楽グループの一つであるナンバーアンダーラインアイですメンバーの平野 ジ・神宮寺ユータ、岸・ユータは世界的に有名なファッションブランドの代表として広く知られており、その影響力は絶大である。日本マクドナルドがなぜハワイを選んだのか、そしてこの広告キャンペーンの意味を詳しく見てみましょう。まず、日本マクドナルドがハワイを選んだ理由は、地理的魅力と文化的背景にある。ハワイは世界的にも有名な観光地であり、多くの日本人観光客が訪れます。 美しいビーチ温暖な気候フレンドリーな雰囲気によりこの場所は多くの人にとって理想的な休暇の目的地となっていますハワイでの撮影は日本だけでなくハワイを訪れる世界中の観光客にも大きな影響を与える可能性があるまたハワイは多様な文化が交錯する場所でありその多様性は日本マクドナルドが掲げるグローバルなブランドイメージにぴったりです ハワイの豊かな自然環境や多彩な文化は、広告キャンペーンに独特の魅力を加えることができ、視覚的にも訴求力の高いものとなるでしょう。さて、広告の主役となるナンバーアンダーラインアイについて考えてみましょう。彼らは日本の若者にとってアイコン的な存在であり、その音楽とスタイルは多くのファンを魅了しています。平野章、神宮寺勇太、岸優太の3人は、 それぞれが個性的な魅力を持ち、彼らのファッションセンスやパフォーマンスは常に話題の中心となっています。彼らがマクドナルドの新商品を紹介することで、その商品の魅力はさらに高まることでしょう。特に注目すべきは、ナゲット以外の新商品も彼らが CM で紹介するという点です。これにより、新商品に対する期待感が一層高まり、ファンだけでなく、 一般の消費者にも強いイインンンンパクトを与えることができますナンバーアンダーアダラインアイがどのように新商品を紹介しその魅力を伝えるのかその手法にも注目が集まりますハワイでの撮影という設定は広告に対する興味をさらに引き立てます多くのファンはナンバーアンダーラインアイのメンバーがハワイでどのような冒険を繰り広げるのか どのようにマクドナルドの商品を紹介するのかに大きな期待を寄せています。ハワイの美しい風景とともに、彼らの魅力を最大限に引き出す広告が期待されます。さらに、この広告キャンペーンは、日本国内だけでなく、国際的にも注目される可能性があります。ハワイという国際的な観光地での撮影は、日本のブランドが世界に向けて発信するメッセージとしても強い意味を持ちます。 日本マクドナルドがグローバルな視点でブランドを展開していることを示す一例となるでしょうまたこの広告キャンペーンは現代の消費者が求めるものに応える試みともいえます消費者は単に商品を購入するだけでなくその商品に関連するストーリーや体験にも価値を見いだしますナンバーアンダーライン愛とハワイという組み合わせは商品に対するストーリー性を高め 消費者に対して新たなな体験を提供すするものとなります広告が公開されると、多くの人々がその内容に驚き、興奮し、そして期待感を抱くことでしょう。特にファンにとっては、彼らのアイドルが新しい一面を見せる瞬間となり、その体験を共有することが大きな喜びとなります。そして、ハワイでの撮影がもたらす視覚的な美しさや異国情緒は、 広告全体にユニークな魅力を与えることでしょう。この広告キャンペーンが成功するためには、いくつかの重要な要素があります。まず、広告のストーリーが視聴者に響くものであることが必要です。ストーリーは感情に訴えかけ、視聴者が共感しやすいものでなければなりません。n ンバーアン Underline のメンバーがどのような役割を果たし、どのように商品を紹介するのか。 そのストーリーテリリテングが鍵となります。次に広告のビジュアル要素も重要ですハワイの美しい風景を最大限に活用し視覚的に魅力的な広告を制作することが求められます視聴者が一目見ただけで印象に残るようなビジュアルが必要ですこれは商品の魅力を視覚的に伝えるために不可欠な要素ですさらに広告の音楽も重要な役割を果たします ナンバーアンダーラインアイの音楽は多くの人々に愛されており、その音楽を効果的に活用することで、広告のインパクトをさらに高めることができます。音楽とビジュアルが一体となり、視聴者に強い印象を残す広告を制作することが求められます。広告の公開後、多くの人々がその内容について語り合い、SNS などでシェアすることでしょう。これは広告の拡散力を高め、 よりり多くのの人々にリーチすするための重要な要なな素となります特に若者層は SNS を積極的に活用しており、彼らの間で話題となることで、広告の影響力はさらに広がります。最後に、この広告キャンペーンが成功するかどうかは、視聴者が実際にマクドナルドの商品を購入するかどうかにかかっています。広告が視聴者の興味を引き、 その結果ととして商品のの売り上げがが増加すすることが目標ですそのためには商品の魅力を効果的に伝えることが重要ですハワイでの広告撮影という大胆な試みは視聴者に新しい体験を提供しマクドナルドのブランド価値を高めることが期待されますナンバーアンダーラインアイとのコラボレーションはその試みをさらに強化する要素となり 多くの人々にとととって魅力的なな広告となることでしょう。このように日本マクドナルドがハワイでの広告撮影を決定した背景にはさまざまな戦略的な考慮がありその結果として生まれる広告キャンペーンには大きな期待が寄せられています視聴者がどのように反応しその結果としてどのような効果が得られるのか今後の展開に注目が集まりますそして 広告が公開された後の反応も非常に重要です視聴者が広告を見てどのように感じどのような行動をとるのかを分析することで今後の広告戦略に反映させることができます特に SNS 上での反応はリアルタイムで収集できるため即座にフィードバックを得ることができますこれにより広告が視聴者にどれほどの影響を与えたかを迅速に評価し 必要に応じて戦略を調整することが可能です。また、この広告キャンペーンは他の企業やブランドにも大きな影響を与えるでしょう。マクドナルドのような大手企業が新しい方法で広告を展開することで、他のブランドも同様の手法を試みるかもしれません。これにより、広告業界全体が活性化し、新しいアイデアやアプローチが生まれる可能性があります。さらに、 ナンバーアンダーライン愛と日本マクドナルドのコラボレーションはエンターテインメント業界とフード業界の交差点において新たな可能性を示していますこれまで別々に存在していた業界が協力し合うことで新しい価値を創造することができるのですこのようなコラボレーションは消費者にとっても新鮮で魅力的な体験を提供することができブランド間のシナジー効果を最大限に引き出すことができます 広告キャンペーンの成功は、単に商品を売るだけでなく、ブランド全体のイメージを向上させることにもつながります。視聴者が広告を通じてマクドナルドに対するポジティブな印象を持つことで、ブランドロイヤルティが向上し、長期的な顧客関係を築くことができます。これは企業にとって非常に重要な要素であり、今後のマーケティング活動においても大きな影響を与えるでしょう。また、 広告が視聴者に与える感情的な影響も無視できません。視覚的に美しいハワイの風景やナンバーアンダーライン愛の魅力的なパフォーマンスは視聴者の心に強く残るでしょう。これにより、広告を見るたびにポジティブな感情が喚起され、その感情がマクドナルドの商品に結びつくことで購買意欲が高まる可能性があります。さらに、この広告キャンペーンは、 視聴者に対して新しいライフスタイルや価値観を提案する機会でもあります。ハワイのリラックスした雰囲気やナンバーアンダーラインアイのスタイリッシュなライフスタイルを通じて、視聴者に新しい価値観やライフスタイルを提供することで、ブランドのイメージを刷新し、より多くの人々にアピールすることができるでしょう。